ガリシア州内の一サルセーダでカセイラスは、スペイン、ガリシア州、ポンテベドラ県の自治体で、コマルカデビー語に属する。ガリシア統計局によると、2013年の人口は8835人。住民故障は男女同系のサルシダンス。ガリシア語話社の自治体人口に占める割合は98.06%。サルセーダデカセーラスは、 ポンテベドラ県の南部に位置し、コマルカデビーゴに属する。北は、ポンテアレイアス、東は、サルバテーラデミーニョ、南は、トゥイ、西はオポリーニョの各自治体と隣接。自治体の中心地区は、サンタマリアでサルセーダ教区のアイスファラパーダ地区。サルセーダでカセーラスはオポリーニョ司法管轄区に属す。住民は7の教区の92の地区に居住する。自治体市長は、 ガリシア民族主義ブロックのマルコス・ベサーダ。ペレス、自治体表議員は、ガリシア国民党、6、ガリシア民族主義ブロック、6、ガリシア社会党、1となっている。サルセーダでカセイラスは7の教区に分けられる。太字は、自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。